はい、こんにちは、まえチャンネルまえはるです。はい、今日はこちらですね。うん、デラックス仮面ライダーエグゼイドフルボトルセットとデラックス仮面ライダーダブルフルボトルセットです。はい、ということでいきなりレジェンドライダーのフルボトルが出てきたね。うん、これは多分冬の映画で出てくるんじゃないかなって思うんだけど、ただダブルは映画出てこないよね。うん、だからちょっと意表をついた感じですねこれはね。うん、はい、じゃあ両方とも開けていきましょう。はいはい、ということでドクターフルボトルとゲームフルボトルですね。うん、ちゃんとエグゼイドカラーになってるね。この絵柄は聴診器かな。あ、うん、でこちらの絵柄はゲーム、そうだね、コントローラーと画面みたいな感じですね。はい、これがダブルの方ですね。うん、こちらが探偵フルボトルで、こちらが USB メモリフルボトルですね。はい、絵柄はこれはハテナマークとびっくりマークだね。USB メモリの方はそのまんまですね。うん、USB メモリの形をしております。はい、はい、ではビルドドライバーで聞いてみましょう。まずはダブルから、はい、うわ、探偵USB メモリはい、必殺技をやってみましょう。はい、じゃあ次エグゼイドいきましょう。はい、いいね。完全にエグゼイド。うん、びっくりした。小林克也さんがマーティージャーン、マーティーケーって言うのかと思ったら、うん、完全にエグゼイドでした。必殺技一応聞いてみようか。うん、はい、じゃあ久しぶりにこの2組のフルボトルを使って変身対決やりましょう。はい、変身かエグゼイドでしょ。うん、さあ実験を始めようか。患者の運命は俺が変える。いい感じじゃないですか。うん、じゃあ今度はパパダブルでいきます。はい、さあ実験を始めようか。さあお前の罪を数えろ。はい、ということで一応ダブルだったんだけど決してバカにしてないですよ。うん、ですバカにしてるわけじゃないです。はい、ただ今回すごい面白かったのはエグゼイドだね。なんて言ってもね、エグゼイドそのままの音声が鳴るのはかなり新鮮。うん、この中にエグゼイドの音声入ってたんだと思ったさ、すごいびっくりする ね。うん、はい、ということで今回はデラックス仮面ライダーエグゼイドフルボトルセットとデラックス仮面ライダーダブルフルボトルセットでした。はい、ということで今日の動画面白かったなと気に入ったなと思ってください。いいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、それでは動画までにはい、それではチャンネル登録よろしくね。ということで今回以上でございます。バイバイ。噛んじゃったということで今回以上でございます。バイバーイ。